まずは皆さんに感謝をしたい人がいるようですよ。ただーなんと70万人、70万人のサブスクライバーを桐生スイコ氏が迎えたようです。ありがとうございます。誰ですかねこいつ、桐生スイコっていうねやつ、ちょっと誰か目線がねあって誰かわからないんですけど、もうね、非常に皆様の愛があったおかげだと思います。めでたありがとう。まあね、こう、桐生スイコ氏ね、しばらく何もしてなかった疑惑がね、あるらしいんですけど、まあね、まあでも70万人の皆さんが支えてくれているという事実は、嬉しいと思っているんです。ありがとうございます。本日19時に、おかえり、はーちゃま。というわけで、19時から、はっちゃまが復帰いたしますね。皆さんね、お帰りで迎えてあげる必要があるのではないでしょうか。そして、あと、なんかもう一人ね、もう一人いるらしいですね。なんと、本日22時に桐生会の会長が帰還するということですね。皆さんたくさんのスーパーチャットとコメントありがとう。 Thank you, thank you guys for all those comments. Love ya。 だな、まあ、22時に帰還する、なんかこう大物感が出てますね。一体誰が帰ってくるのかはわからないですが、怪しいですね。この時間は一体、この時間、これ朝ここの時間ですよ。月曜日と言ったら朝ここだから。まあ皆さんね、朝ここないと死んでしまうんでね。これはね、生命維持のための配信であって、誰かが帰還するわけではない。そういうことだと思いますね。